ゼロから作るアニメ制作、略してゼロアニ。お届けするのはアーリーウィング所属声優の大坪優香と、はい、同じくアーリーウィング所属声優の長野由紀と、はい、またまた同じくアーリーウィング所属声優の加藤敦子です。はい、そしてゲート原作でおなじみの小説家柳井匠先生です。柳井です、どうもー。はーい、そして映ってないけどアニメプロデューサーの深瀬ピー。お疲れでーす。基本この5人の入れ替わりでお送りしていきます。はい、でこの番組なのですが、その名の通りゼロからアニメ企画を作る番組なんです。はい、いろんな大人の事情を全部取っ払って、ネット配信で、皆さんと一緒にアニメ企画を作って制作までたどり着こうというのがこの番組です。はい、企画ナビゲーターを原作者の柳井先生、そしてプロデューサーの深瀬 P にやってもらい、私たち声優陣はそのお手伝いをしていきます。はい、アニメが完成したら声優は私たちがやれるんだよ。頑張るよ。イエーイ、楽しみだ。うん、はい、そんなアニメを作るコーナー、アニメ企画ハンター。イエーイ、よっしゃ。今回は勝手のロケに、今回もですね、できましたので、今回は本番のね、勝手の実践でございます。イエーイ、はい、では早速見ていきましょう。いきましょう。いやー、準備 OK ですね。はい、はい、ちょっとあれ、記念撮影中あ、ガオちゃん、もうなんかこう、なんか子供の記念撮影はいいから、もう子供の記念撮影、子供の記念撮影はもういいですから、はい。周りのしっとり系か、あと、本当にガチの、バトルか、もしくは、もう虫の自然音とか、もう一回、もう一回いった、チリチリチリとかね、どっちがいいですか。ちょっと組んでグループに、グループに分けて分かってみて、うん、どれがいいですか。割と日常的な音ってないですか。日常だからガヤガヤみたいな、ガヤガヤ、街の音、街の音ねえよ、そんなことは。やったな、扱いだな。今3つから選べてただろう。私たち可愛いから、もうやっぱ街中でナンパされるっていう、そういうのがなんだろう。ナンパしないでしょ。なんで気かかるんだよ。この時代にナンパっていうものがあったのか、ちょっと謎ですけど、言葉としていつの間にジェイさんとこんな仲良くなってたのかって話だよね。いや、もう話を組むところからもうだからナンパされるつもりでいるんだよ。ああ、なるほどね。じゃあその何でしたっけ、じゃあさ、その街の、喧騒から離れたところっていうところで、あれでいいんじゃない、虫の音でいいんじゃない。バリバリ戦ってる系のバトルで、バトル系があれば、まあそうだと思ったよ。イエーイ、そうだと思ったよ。そこのあの自由ヤナイさん、なんでこんなに自由なんですか。めっちゃ自由すいません。最強夫婦は何でも大丈夫なので、じゃあ余ったやつで、じゃあしっとり、はい、しっとり系で、はい、いきましょうか。確認です、よーい、スタート。ちゃんと分かれる。ちゃんと避けてーじゃない。もう卒業しました。ちゃんと避けられた。合ってるんですよね。かっこいい。
これいいね、いいね。合ってる合ってる。ちょっと今自分でちょっとキュンとしちゃった。すごい。これいいわ。いや、うわ、すごい嬉しかった。素晴らしいんじゃないですか。実はこの先にすっごく神様おやおや、可愛いホテルがたくさんある場所があるんですよね。案内しますね。こっちがあるんです。ちょっとあれ何、えまたナンパ、またですか。仕方ないですね。頼みますからね。間違えてカメラの方切っちゃうの。やめろ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 。この番組は株式会社トゥー、株式会社トゥーマーカプロダクツ、株式会社ひふみ書房、イタイン堂の提供でお送りいたしました。あやちゃん絵うまいね。何使ってるの？コピックです。コピック？コピックは株式会社トゥーが作っている高品質のカラーマーカーで、発売されてからもう30周年、プロの方から一般の方まで幅広い層の人に愛されているんですよ。発売から30周年、へえ、ロングランだね。30周年を記念して特別サイトには漫画家さんからの様々なサイン色紙が展示されていて要チェックです。へえ、私もコピック使ってみようかな。株式会社トゥー、株式会社トゥーマーカープロダクツ、その手に勇気を、ブレイブ文庫。